ビリティ発動、君のアビリティ発動。さあ、どっちのチームがチャンスを使うのか、運命のポイントか。今キックオフの笛が鳴り響いた。相手チーム、防御に参加するカードを作戦決定。相手の動きを読み切っていた。君のアビリティ発動、相手のアビリティ発動。敵の守りで相手チームにプレッシャーをかけているぞ。序盤のチャンスをものにした相手チーム、自陣に切り込んでいく。ここで立ち塞がるディフェンダー。君のアビリティ発動、ゾーンオブペンタグラム。マークしているぞ。ブロックされてボールが始まるだぞ。結果はどうなるのか。ゴールならず、キーパーゴールを許さない。相手チームの勢いが止まらない。さらに攻め上がる。ゴールキーパーにするカードを自分のゴールエリアに入れて赤ボタンを押すんだ。これは速攻。相手チームがさらに仕掛けていく。するだけさ。止まらない。
鋭い穴に攻め上がる。シュートするカードを相手ゴールエリアに入れて赤ボタンを押すんだ。これは速攻、敵のチームがさらに仕掛けていく。決めてこれから